はい、皆さんこんにちは、みやこです。さっきね、ゴロゴロしてたらね、寝癖がやばいんですよ。で、今日もね、一日家にいて、今日はね、家でやってるトレーニングを紹介していきます。で、これ、解説動画とかっていうよりも、本当にリアルに私がやってるやつなんで、なんか、まあ、こういうのでできるんだ、みたいな感じで参考になればいいかなっていうふうに思ってます。で、家トレやるときは大体全部、全身を何種目かずつやってる感じですね。で、毎日か2日に1回ぐらいやるような感じ。なので、すごく筋肉痛が来るようなメニューにしてなくって、筋肉を維持できるぐらい、ちょっと動かしてあげるぐらいの強度でやってます。なので、参考になれば嬉しいです。では、早速やっていきます。はい、そしたらまず第1種目目はだいたい腕立てから始めることが多いです。で、腕立ても女性の場合は膝をついたまんまやらないと結構難しいと思うので、私は膝ついたままやったりしますし、普通にやったりしますけど、その日によって変えてます。ちょっと今日もやっていきます。で、膝ついてやるときはだいたいかなりゆっくりやって、しっかりと胸で受けるようなイメージで、これぐらいの速度でやってます。結構これぐらいゆっくりやるとしっかり胸に刺激が入るので、速度もね、結構重要視しながらやっていくといいと思います。家にあるものである程度の負荷をかけるっていう風になると、回数を増やすかセット数を増やすか速度をゆっくりやるっていうことで負荷の調整をするようにしてます。はい、で次は、胸の種目でダンベルフライをしていくんですが、即席でベンチを作っていきます。ではこちらクッションで、クッション3枚分ぐらい今引いて作っていくんですけど、これを肩甲骨の下あたりに引いていきます。というのも、床でダンベルプレスとかダンベルフライやっても肘がこう床でしっかり下ろせないので、可動域があんまり出せないので、これの上に入れてやることでしっかり肘を落としてできるようにちょっと考えてやっております。なので、お家にあるものでもね、工夫すればできるかなというふうに思うので、ちょっとやってみてください。で、大体私はこの3枚クッションを引いてたらちょっと動いちゃうので、バスタオルとか引いてもらって、ここ頭のっける用のクッションです。でね、うちにダンベルって3キロしかなくって、この3キロでいかに、負荷をかけれるかっていうのをちょっと考えながらやった結果、私いつもダンベルフライ9キロぐらいでやってるのでかなり軽いです。なんですけど、回数を少し多めにやる。あと速度をさっきの腕立て同様かなりゆっくり丁寧にやっていきます。あとダンベルを普段のダンベルフライの時よりも少し体から遠ざけて、手をちょっとまっすぐ気味というか体から遠ざけるように重さを持ってます、わざと。っていうのも、やっぱり体から重さが遠ざかれば遠ざかるほど負荷がかかるので、3キロでもしっかり負荷を感じられるように少し遠めに持って負荷をかけながらやってます。肩甲骨の下あたりにこの一番高いところを置いてもらって、頭軽く下に置きます。で、このままゆっくり動作していきます。
で、ダンベルプレスでも同様、少しこのクッションの高さが出てるので、あの床でやるよりも全然しっかり可動域を出せます。なので全然ベンチ買わなくてもできますよ、工夫次第で。で、前の種目はだいたい2から3種目、あ、もう1種目ちょっとうちチューブもあるので、チューブを使ったものをやっていきます。はい、で続いてはこのチューブを使って、胸の、まあ、ケーブルフライに近い動きをやっていきます。これね、結構前にあの大会用のパンプする時に買ったんですけど、いろんなね、こういう強度の柔らかいのとか硬いのとか入ってるチューブ、これ何本入って、5、6本入ってて2000円ぐらいで Amazon で買いました。だからこれぐらいだったら買ってみてもいいかもしれないですね。邪魔じゃないし、特にこれは。で、これでちょっと、これだったらね、背中もできるのでおすすめです。ちょっとやっていきます。で、あのドアノブ用意してください。頑丈なドアノブ頑丈なドアノブを用意してもらったら、ドアノブにゴムチューブ引っ掛けていきます。で、ここからこういう感じでやっていくんですけど、これもやっぱり負荷がそこまで高くないので、ゆっくり、これから、さっきのチューブで背中のローイングをやっていきます。こちらもこの頑丈なドアノブを見つけていただいて、ゴムをチューブをかけていただきます。で、そしたらこのまま胸張って。次がね、三頭筋、腕の裏側の、トレーニングやっていきます。大体このディップスっていう種目と、あとなんかフレンチプレスとか、こういうのを組み合わせてやってます。で、3キロしかないので、負荷がちょっと少ないので、こういうふうに片手で、やって、これ15回ぐらいやった後に、ここからお尻前に出したら真下に降りていきます。合わせ技で結構腕とかもやっていくことが多いですね。で、インターバル中とかにこう腕の前側もこう入れてあげたりとか、腕とかこうちっちゃめな筋肉はいくつかこの種目を組み合わせて、あの一気にやっちゃうことが多いです。ちょっとこれ下半身紹介しきれないので下半身はもう一個動画出すので、そっちで紹介しようかな。今日はじゃあ、上半身編でやっていきます。で、最後に肩やっておしまいかな、やっていきます。はい、そしたら次肩の種目やっていきます。ダンベルプレスをまずやっていくんですけど、これも3キロしかないので、
普段は10キロぐらいでやってるので、かなりこれも軽いです。なので私はこのケーブルと組み合わせてやってます。でやり方としては、ケーブルをこの椅子の下にかけてもらって、ダンベル持っていきます。でここからこういう感じ。これだと3キロでも結構きついです。ケーブルっていうか、あのチューブつけてるので、あの負荷が下ろす時も見えにくい。ずっと負荷を乗せてられるのでかなりきつい。サイドレーズとかもこう普通にするんですけど、パッてやるサイドレーズって結構この体のこういう反応を使ってできちゃうので、結構これもあの気づかない間に負荷逃がしやすい。なのであのベンチとか椅子に座ってサイドレーズやるのとてもおすすめです。体の反動をこう使えないので本当に肩の力で持ち上げることができます。なので私結構軽いウエイトしかない時は座って少しだけ前傾したら、ここからこれも下ろしきっちゃうと重さ抜けちゃうので、ずっと重さが乗ってる、ここからこのぐらいでやってあげると、体の反動がこう使えない分めちゃくちゃきついです。なので軽いウエイトはあるけど、あんまり負荷がかけるのができないっていう方は、こういう風に座ってやったり、ゆっくりやったり、チューブ使ったりとか、いろんな手を使ってなるべく負荷をかけるように工夫しながらやると、家トレでも普通に結構きつい。はい、という感じです。私が家でこのリアルにやってるトレーニングです。なので、まあ、詳しい解説とかは特にしなかったですけど、こういうやり方もあるんだってちょっと参考になればいいかなと思います。次はね、足トレやっていきますので、次の動画もぜひ見てください。では本日もみやこぞチャンネルご視聴いただきありがとうございました。 LIKE ボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また見てね。